ははい皆さんこんこにちは村長です今日はタイトルにもありますように「ブリュー」についてのお話をしていくわけですけれどもそのうちの挿入機能ってありますよね図形を挿入したり動画を挿入したりそして効果音を入れたりとかいうようなこともできるわけです。でも皆さん知らないこともたくさんあると思うんですね。そここらのところを 今日は情報共有すするんですが本日2023年の7月25日なんですけれども今日は別動画にもアップしてますようにボイスボックスといわれる日本では一番有名と言ってもいいぐらいの無料の音声合成いわゆる文字から声を作るソフトボイスボックスとブリューがコラボをして そしてたくさんの音声を使えるようになりましたその動画の方は僕のチャンネルでまた見てください今日は本題の挿入機能のお話に入る前に他のアップデートで皆さんに特に関係のある優秀なアップデートをご紹介します本題はその後にさせていただきますまずここの文章を見てください つよしは音楽以上にコンピューターやネットが得意こういうクリップがあるとします今まではこの音声修正というところを押してやっていたんですそしてその画面に入るとこのような和射を選択してやる画面になったんですけれども和射を変えないでやるということであればこの鉛筆マークこれを押すとですね こういう画面が出てきまして、ここでネットというのをインターネットと打ち替えます。このように打ち替えて、このエンターみたいなボタン、これを押すだけで簡単に変えることができるようになりました。しばらくするとこのようにできまして、ちょっと読ませてみます。は音楽以上にコンンピューターータタやインターネットが得意。このように変えるようになりました。 ただし字幕の方はこのように打ち替えていただくこれは必要ですこれが1個目のアップデートですそして次のアップデートこれはですねこのように音声を変えたりしている時にでも一つずつしかできないのではなくってどん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 やっていけるようになりました例えばここの音声修正というのを押したとしますそして、 ここで、得意ですという風に変えたとします。そして確認をします。そうしている間にも、次のところをやって、長い文章であっても、どん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 修正ができるようになりました。これが2点目です。それができるようになりましたので、この2つのクリップを連続して設定しておいたとしても、ここで音声修正というのを押しまして、今度は、 女性の声に変えてみたいと思います。そうしましたら、ここでこの声に変えてみます。春日がべつむぎ、これも今回アップデートしたボイスボックスの声です。これで確認を押します。このように2つ以上のクリップを選択して、一気に変更することができるようになりました。 今画面にありますように自動的に順次に変えていってくれていますボイスボックスの声ですのでこのように著作が「商用・非商用」「利用可能です」となっていますがクレジットだけは記載してほしいという旨のこういう文章が出てきますここで女性の声になったことを確認してみましょう2つのクリップともが女性の声に変わっています つよしはそこで彼は日本で最初に登場したライブ動画配信サイト「STICKM」で毎日のように歌を歌い配信していましたこのようにできるということは時間こそはある程度かかりますけれどもたくさんのクリップを一度に声を変えるということができるようになったということですこれも相当便利ですね。 次のお話なんですけど、これは新しい機能ではありません。先日も僕の YouTube に質問がありましたが、この質問案外多いんです。ここに Stickam という風になってるんですけれども、これを Stickam と今先ほど読みました。もう一度確認しましょう。そこで彼は… 日本で最初に登場したライブ動画配信サイト STICKM で毎日のように歌を歌い配信していましたこの時に修正をするのはここでですね鉛筆マークを出しましてこれ自身をひらがな、もしくはカタカナに変えるこのようにすれば読みが変えれますそしてこの「エンターボタンを押してください。 これれででカタカタナ読みでやってくれるようになります。もちろん下はこの英語表記でで大丈夫です。そこで彼は日本で最初に登場したライブ動画配信サイトスティッカムで毎日のように歌を歌い配信していましたこんな風にできますので一番最後にお話ししたのは新機能というよりも音声の編集の仕方ということをお話しさせていただきました。 とっても多い質問です。ブリューは早い時では毎週ぐらいにアップデートを繰り返していますので絶えずアップデートがないかチェックして最新版をうまく使ってください。では本題の話に行きます。通常皆さんは今のこのクリップに図形を入れるということになりますとこの画像というところから例えば この絵ありますよね。これを入れたりするのはここでプラスを押せば確かに選択したクリップこのようにやればクリップに入りますそして、まあ、大きさなどをこのように入れるまあ今こういう人間を入れましたけど花の図柄を入れるとかそういうことができますしあとロゴなんかでもいいですよね このように挿入ができるんです。これであれば、このクリップ全体に入ってしまいますよね。そこで彼は、日本で最初に登場したライブ動画配信サイト、スティッカムで毎日のように歌を歌い、配信していました。はい、こんな風になってしまうわけです。この中の一部分にだけ入れたい。そういう時にやる方法を知らない人がかなりたくさんいます。 今日はその方法をお話ししますまずこのクリップは一旦消しましょうそうしましてちょっと左の画面を小さめにしておきますそこで彼は2本で最初に登場したここまでだけでいいというような時にどうしたらいいかです応用としましてはここでクリップを分けるという方法もあるんですがそんなことはしなくて大丈夫です まず入れたいところをこのようにしてシフトを押しながら複数選択しておきますそうしましてここで画像というのを選びます無料素材というのを選んでそしてここから入れるのもよしもしくは自分の画像であればここに画像というのを先ほどと同じようにこれを入れるんですがここのプラスを押した時に 選択したワードというのが選べれるんですこれをするとここがカッコがつきましてこの部分だけにこの絵が表示されるようになります一度やってみましょうもう少し一応見やすい位置にこのようにしておきますじゃあ再生しますそこで彼は日本で最初に登場したライブ動画配信サイトスティッカムで毎日のように歌を歌い 配信していましたこのように指定した場所にだけ図柄を入れるということができるわけですここが重要なんですけれどもこういう今選択したような部分のことをワードと呼んでいますそしてこの一項目全体のことをクリップと呼んでいますここさえしっかり把握すればそんなに難しい話ではありません そこで彼は日本で最初に登場したというところがありますがここにちょっと効果音を入れたいピコンとかジャラジャンとかいうようなものを入れたい時そんな時はどうすればいいんでしょうかジャジャジャンって鳴っている時にライブ動画がとすればジャジャジャンとライブ動画が重なってしまいますこれではあまり良くないですので こういう時に、アキワードというのを入れます。タというところにカーソルを置きまして、ここでアキワード、これを選択します。すると、こんなような時計マークのものが出てきまして、これをダブルクリックします。すると、こんなような画面が出てきます。ここで2秒分ぐらい時間を取りましょう。それは、 効果音のクリップの長さによっても変える必要がありますが、まあ2秒以内ぐらいのものをちょっと入れてみましょう。効果音のこのメニューから良さそうなものを入れます。0.2秒のドーンっていうのもあれば太鼓の音。はい。こういうのもありますよね。これだったら1.7秒となってますのでちょうどいい感じですよね。これを 2秒のところに入れればいいわけです。入れ方いろいろありますが、この2秒というところをクリックしておいて、そしてこの太鼓の音を選択しまして、挿入とします。そしたら、この2秒の分に太鼓の音が入りました。音量の調整などはここで行っていただいたらいいです。ここでうまくできていますが、これは2秒の アキワードでした。ここでちょっとよーく見ればわかるんですけれども、薄く紫色になっています。なぜかというと2秒のうちの1.7秒入ったということで、このようにどれだけの音が入っているかというのがわかります。ですからこれを1.7秒にしてみます。そうするともう全部が緑色になりました。 これをじゃあ2.5秒にしてみましょう。そうすると、このベルのマークの音声を押すとですね、先ほどの2秒の時よりも白い部分が増えましたよね。このように視覚的にどのぐらい必要かというのを見ることができます。ですから音が鳴ってしばらく空白がありますよ。 ということになるんでです。す。ご理解いたただけまましししょうかじゃあ、ここれを再生してみのようにワードとワードの隙間にも絵や効果音が自由に入れれるということです。これを理解すると、 とても複雑な映像も作れることになりますそして今のことを応用して今度はこのスティッカムというところから歌を歌い配信していましたこの部分に他のブラウザーからとか直接これに入れてみるということもやってみます皆さんはここで画像などを選んでからそして PC から読み込むとかマイ素材 もしくは他のクリップこういうクリップですねここから持ってきたりしていたと思うんですがそんなことをする必要はありませんブラウザーを起動させますここにスティッカムのロゴがありますこのロゴをダイレクトにここに持ってくることができますちょっとやってみましょうこれを持ってこれるのは JPEG ピング そういうような標準的な画像じゃないと特殊な画像は持ってこれないことを気をつけてください。じゃあこのままドラッグドロップします。はい。このようにしてここで話せばいいわけです。はい。ちゃんとこのようにカッコができましてこの部分に入れることができました。ですからこのスティッカムのロゴをこの右下、 ここに配置しますこれでクリップ全体を聞いてみましょうちょっと見やすいように動画のエリアを広げておきますではよく見ていてください最初につよしくんが出てきてそして次にはドドンという音が鳴って途中からはスティッカムのロゴが出てきますそこで彼は日本で最初に登場したライブ動画配信サイト ピッカまで毎日のように歌を歌い配信していました。このようなことができるんです。このように範囲を選択しましてブラウザーを立ち上げて、これはブラウザーのソフトだけじゃなくってもこうやってドラッグできるものならいけると思います。いろいろ皆さんもやってみてください。これをここに持ってきます。はい、このようにカッコがつきまして。 この時間軸にだけ画像が出るわけです。つよしは音楽以上にコンピューターやインターネットが得意です。今日は新しくなった機能と、そしてメインのお話というのが、図形や効果音を入れるときに、クリップ単位じゃなくて、ワード単位に入れれる便利な方法をお伝えしました。ぜひ皆さんの方でもやってみてください。 これからもブリューに対しての新しいチップスを皆さんにいつもお届けできるように動画を配信していきたいと思いますのでまたよかったらチャンネル登録などしていただいたりそしてベルのマークで通知などを受けていただいたら最新情報がわかるかもしれませんそれでは今日はご視聴ありがとうございました村長スタジオでした